君がよく知る島がひっくり返ってしまった。チャプター3へようこそ。全く新しい場所を探索し、かつてないほどエキサイティングな方法でフォートナイトを体験できる舞台だ。バトルロイヤル内外でバトルパス XP の獲得から始めよう。君のプレイ次第でレベルアップやスパイダーマンを含めたコスチュームのアンロックができるようになるのだ。要チェックな新機能も目白押し。新たなスライディングとスイングでより素早く動き回り、敵の射撃を回避することができ、さらにはスクワッドで回復したり、マッチ間をまたいでアイテムを貯蓄できるキャンプを設営することまで可能だ。そしてビクトリーロイヤルはもちろん、究極の栄誉ビクトリークラウンを獲得するための戦力となる新たな武器とアイテムも登場。勝ち続けてクラウンを保持しよう。これらの機能に加え、島は全く新しいものとなっている。サンクチュアリア、セブンの隠れ家、そしてスパイダーマンの本拠地であるデイリービューグルなどの多彩なロケーションを探索しよう。そして新たに天候状況が追加された。何が起きてもおかしくない。全く新しいゲームプレイに加え、スパイダーマン、ファウンデーション、そして他の新参者をフィーチャーしたチャプター3、シーズン1のバトルパスは要チェックだ。さあみんなが待ってるぞ。チャプター3で新たな島を探索。一体何を見つけられるのか、ワクワクするだろう。